すごくお料理上手だね。盛り付けも綺麗で素敵だったな。みんなが来てくれたからね。いつもより手の込んだ料理だったよ。はあ、お腹いっぱいだよ。マグミ、また食べ過ぎて苦しくなっちゃった。ここなら誰にも気兼ねすることないさ。横になったらどうだい？けど、食べてすぐに横になると牛になるって父ちゃんが言ってたよ。すごいわ。私、牛になってみたいわ。私が牛になったら、みんなを背中に乗せてあげるわね。いやいや、それは例えだって。本当に牛になるわけないじゃん。たとえ私が牛になったとしても、人々の心を掴んで離さない美しい牛になるのだろうね。ああ、本当に罪深い美しさだよ。そんな牛はいない。美咲ちゃんが元気だとやっぱり会話が弾むね。ん？よかった。いつものハロハピが戻ってきた感じがするよ。やっぱりハロハピはこうじゃなくちゃね。夜はまだまだこれからさ。みんなで楽しもうじゃないか。あ、そうだ、はぐみ、トランプ持ってきたよ。みんなでやらない？いいわね。私、ずっとババ抜きがしたかったの。みさきも一緒にやりましょう。それじゃあ、うん、やろっか。で、ババ抜きってどうやってやるの？みさき、教えてくれる？ルールは知ってないよ。わあ、これはスマイル遊園地のパレードの写真だ。はぐみ、この写真は初めて見たよ。それはファンの子が撮ってくれた一枚でね。先日もらった手紙に添えられていたんだ。ただ、私の美しさを切り取るには写真サイズだと小さすぎるね。その写真を今度ポスターサイズに引き伸ばすつもりさ。タオルさんって本当に自分が好きだね。それは誤解だよ。私は生きとし生けるもの全てが好きなんだ。あ、こっちはハピハピ島の写真ね。やっぱり綺麗な景色。私もこの写真たまに見返してるんだよ。ついこの前のことなんだけど、なんだか懐かしい感じがする。ハロハピでの思い出はハグミの宝物だよ。皆と同じ時代に生まれたこと、運命に感謝するよ。運命とかちょっと大げさだってば。そうかな。ハグミは別に大げさじゃないと思うよ。みーくんはどう思ってるの、ハロハピのこと。私は最初ほんと戸惑ったな。作曲とかもそれまでしたことなかったし、しかも心のイメージも意味不明だし。けど美咲が作ってくれた曲はすっごく素敵だわ。みんなが笑顔になれるもの。ありがとう。実はさ、捨てられちゃったのってその時作曲の勉強をしようと思って買った本なんだ。え？ま、本自体は別に新しく買ってもいいんだけど、その時の思い出が詰まってるっていうか、なんていうか。そうだったんだ。とはいえ、言い過ぎだったと思う。結構ひどいこと言っちゃったから、そもそも私がちゃんと整理してればこんなことになってなかったんだからね。うん、あれは絶対良くなかった。けどそんなに大事な本なら探せばいいじゃない。え？探す？いやいや、どこに運ばれたかもわかんないんだよ。普通に考えて絶対無理でしょ。だったら普通に考えなければいいのよ。明日一緒に探しましょう。それはそれはまた明日考えればいいさ。
ハロハピでの話をもっとしようじゃないか。話し足りないことがたくさんあるからね。うん、そうだね。私ももっとおしゃべりしたい。この写真を見てくれるかい？これはハロハピで初めてライブをした時の写真だよ。注目はやはり私だね。他にも汗を拭う私、チューニングをする私、シールドをまたぐ私、私の儚い写真はいくらでもあるよ。どのカオルくんも本当にかっこいいな。本当に素敵ね。もっともっと。